立ち風とは日本の競争場、シュボ場である。1949年の第16回優秀競争において23頭立ての19番人気で優勝8大競争史上最高の単勝敗当額を記録する波乱を起こした。1948年11月13日にデビューした立ち風は体高165センチメートルという雄大な馬体の 持ち主ということもあり、二勝目を挙げ優春競争への出走権を確保した当初は高い評価を受けていた。ところが、以降に出走した優春競争までの二戦が共に惨敗という結果に終わり、これに呆れた管理調教師の伊藤勝義は、ダービー当日を待たずに京都競馬場の自給車に帰ってしまう。これにより立ち風の評価も大きく下落し、 当日は23頭立て19番人気という低評価での参戦となった。伊藤が帰郷する際、騎手を務める近藤武雄が万が一買ったら賞金はどうすれば良いかと尋ねたところ、伊藤は輸送費以外は好きにしていい。馬と一緒に熱海の温泉にでも入って全部使ってしまえと方言したとされている。こうして始まった優順競争は想定外の乱戦となった。 スタートが切られると、第2コーナーで先頭に立った一番人気のサツキ賞、優勝馬、トサミドリが人気薄の先行馬たちに競りかけられ、暴走、異常なハイペースとなる。向正面を過ぎての第3コーナーでは、中段馬群で、大歌賞優勝馬、ヤシマドーターを含む3頭が、落馬などにより競争中止。しかし後方待機策を取っていた立ち風は、ハイペース、 落馬のアクシデント双方の影響を受けることなく、最後の直線に向いて失速した先行集団を交わしていき、土佐緑が7着に沈むのをお尻目に、12番人気のヒン馬、白沖にハンバー審査をつけ優勝した。立ち風の単勝馬券は72票しか売れておらず、この時の単勝配当55,430円、副賞9230円は、 八大競争史上最高配当として今なお、破られていない。先に帰京した伊藤は、旧社事務所で立ち風優勝の方に接した。伊藤は、ダービー病にかかっていると言われたほど、優秀競争制覇に就寝した調教師であったが、これまで幾多の高額場を購買しながら、最高成績は三着であった。そうした中で競争前に見放した馬が優勝。 悲願達成の瞬間に立ち会えなかったこともあり、全く喜びを見せず、ただ呆然としていたという。立ち風は、優秀競争制覇後も走り続けたが、オープン競争ばかりに4勝と、重勝価値くは上げられずに終わった。なお、喫下賞では、優秀競争後に11連勝を達成したとさみどり、の前に4着に敗れているが、引退間際には3連勝を遂げ、最後の競争では、 どさみどりを下している。競争場引退後は種ボバとなったが、重賞優勝など目立った成績を上げる産区は現れず、1965年に心臓麻痺で死亡した。バレーは急表記法で記述する。ありがとうございます。